アンソニー・ニースはアメリカのプロレスラー。現在はトニー・ニースのリングネームで WWE に所属している。ニースは2005年9月23日のニューヨークレスリングコネクションのバトルロイヤルでデビューしている。11月にマット・マーベリックのリングネームで正式にデビュー。その後はリングネームを縮めてマーベリックの名前で様々なインディー団体へ参戦し、 2008年には、イクアのスーパー8トーナメントに、出場、1回戦で、ロビー E を破るが準決勝で、アデン・チャンバーに敗れている。2009年には、ローの、ダーグマッチに登場していた。2011年の6月にティネの、X ディビジョンショーケーストーナメントに登場し、ジャック・エヴァンス、ジェシー・ソーレン戦の3ウェイマッチに出場するも、エヴァンスから、ピンホールを奪われてしまっている。 8月中旬バックステージに登場。その翌週には、ティネと正式に契約している。しかし、X ディビジョン王座への挑戦をかけた、ガントレットマッチに敗れるとあまり試合に出場できずに、いた。11月に、ジーマザイオンと、ジェネシスで、X ディビジョン王座への挑戦権をかけた3連戦に、挑むが2から1で負けてしまっている。翌2012年3月のオースチンエリース。 ヒット歌手、ジーマザイオンの4ウェイマッチに出場したのを最後に登場しなくなり、5月中旬にティネにリリースを要求し、ティネから正式にリリースされている。ティネ解雇後はインディ団体に戻り、デビューしたニューヨークレスリングコネクションやプロレスリング新宿ゲードに参戦している。この頃からリングネーム本名のアンソニー・ニースにしている。ニースは、 PWS トライステーツ王座を獲得、無敗を誇っていた。その後短い期間マッと、ハーディの構想を開始している。2012年11月にサンウェイで、スターマンにホールを奪われてトライステーツ王座を落としてしまっている。2013年初頭から、ドラゴンゲート USA とエボルブで活動を開始するようになる。1月上旬にティネワンナイトオンリーの X。 トラビギャンザに出場、リチャード・キャメロンとタッグを組みダグ・ウィリアムスとキット・キャッシュと対戦するが、ウィリアムズのカオス・セオリー・スープレックスで、ニースがホールを奪われ負けている。10月にフウェイ・デ・フウェイ、トライブ・ロー・王座ザ保持者のポール・ロンドンと対戦している。11月にドラゴン・ゲートのツアーに参加するために、初来日。11月3日のザ・ゲート・オブ・ディスティニーで、堀口元気、HAG。 ミーの持つオープンザブレイブゲート王座に挑戦するもバックスライドフロムヘブンでタイトルダッシュとはならなかった9日にはアメリカへ戻りトミード・ドリーマー主催のハウス・オブ・ハード・コアに出場 PT ・ウィリアムズとアレックス・レイノルズから勝利している2016年 WWE 主催の WWE ・クルーザー級クラシックにトニー・ニースのリングネームで出場一回戦 アンソニー・ベネットに勝利も2回戦、ブライアン・ケンドリックに敗退。11月、正式に WWE と契約を交わし、WWE205 ライブに出場している。2019年4月7日、レッスルマニア35キコフで、WWE クルーザー級王者のバディ・マーフィーに挑戦。終盤にターンバックルへのジャーマンスープレックスから、ランニングニースを決めて勝利。 王座を体感した。ありがとうございます。